はい、皆さんこんにちは。今回は演歌歌謡曲歌手は在日帰化人についてです。今回は演歌と歌謡曲歌手について確認しました。日本の心を歌う方々がどうなのかを皆さんにお知らせします。日本の有名人は在日の方々から選んでいるという仮説の検証を続けています。戦後からアメリカが影響力を維持するために代理者として有名人に在日を据えている仮説の仕組みです。はじめにオーヤン・フィーフィーさん。オーヤン・フィーフィーさんは歌謡曲歌手、第13回日本レコード大賞新人賞を受賞。1972年に日本有線大賞を受賞。1983年にラブイズオーバーで第25回日本レコード大賞ロングセラー賞を受賞されました。プロフィールを調べるとどこでも台湾出身とあります。帰化はしていないようですが、在日の方です。名前からもわかりますが、どこでも台湾出身とあります。歌謡曲歌手として大物の方です。続きまして野村雅樹さんです。野村雅樹さんは日本の俳優、演歌歌手、所属事務所はサンミュージックプロダクション。デビュー当時のキャッチフレーズは、歌謡界の若獅子、第12回日本レコード大賞新人賞をほか、複数受賞されて、第21回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。生年月日は1952年、昭和27年11月13日生まれ。昭和49年6月6日の官報です。拡大します。通名野村雅樹。漢字が違いますが読みは同じです。民族名パク雅樹。1952年昭和27年11月13日。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。歌謡界の若獅子は帰化していました。続きまして、都はるみさん。都はるみさんは日本の女性演歌歌手、京都市生まれ、はるみ節と呼ばれる独特の力強い歌唱法を持ち、昭和後期を代表する国民的演歌歌手です。都はるみさんは1948年昭和23年2月22日生まれ、昭和41年5月18日の官報です。拡大します。民族名李はるみ、通名北村はるみ、都はるみ。1948年昭和23年2月22日生まれ、通名の一つと生年月日一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。もう少し拡大します。通名ではっきり、都はるみさんと書かれています。昭和後期を代表する国民的演歌歌手も帰化していました。他の歌手も全員そうなのではないかと錯覚します。次は演歌歌謡曲ではありませんが、日本の伝統芸能について一件ご紹介します。2008年11月5日、民団の新聞です。日本伝統芸能の担い手に4世の柳川俊光さん。津軽三味線とは、津軽地方青森県西部で成立した三味線音楽ですが、その頂点を目指すのが在日の方だという内容です。日本伝統芸能は当然日本人ばかりだと思われるところですが、実際は違う可能性を感じます。続きまして、五木ひろしさんです。日本の心を歌う、日本を代表する演歌歌手です。五木ひろしさんは日本の歌手、作曲家、俳優、本名松山和夫さん。もともとはムード歌謡で数多くのヒット曲を放ったが、現在は演歌歌手です。五木ひろしさんは1948年、昭和23年3月14日生まれ。昭和48年4月18日の官報です。拡大します。民族名李和夫、通名松山和夫、松田和夫、五木ひろし。1948年昭和23年3月14日生まれ。通名の一つと生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。拡大します。通名五木ひろしと書かれています。日本人の中の日本人だと今まで思っておりました。日本の心を歌う方は帰化した方でした。他も全員そうである可能性があります。続きまして、錦野明さんです。錦野明さんは日本の歌手、俳優、タレント、本名、錦野明、読みは同じです。ジャンルは歌謡曲、他です。錦野明さんは1948年、昭和23年12月14日生まれ。
昭和36年6月28日の官報です。拡大します。通名金山明、他通名ありまして、そのうちの一つ錦野明さんがあります。1948年昭和23年12月14日生まれ、通名と生年月日一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。歌謡曲歌手の大物も聞かしていました。続きまして瀬川栄子さん。瀬川栄子さんは日本の演歌歌手、女優、歌手瀬川真の次女、お父さんも歌手のようです。父のステージの前座を経て1967年にデビュー、1970年に長崎の夜は紫が50万枚のヒットを記録、その後矢切の私をレコーディングし30万枚を売り上げる。1986年には命くれないが1987年度オリコンシングルチャート年間1位、演歌歌謡曲の大物です。瀬川栄子さんは1947年昭和22年7月6日生まれ。昭和48年5月28日の官報です。拡大します。民族名瀬栄、通名瀬川栄子さん、もう一つ漢字が違う瀬川栄子さん。1947年昭和22年7月6日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。ここでお父様についてです。瀬川真さんは北海道函館市出身の歌手、歌謡曲の歌手です。1916年大正5年10月24日生まれ。先ほどの漢方に戻りますが、お父さんは瀬川栄子さんと一緒に聞かしています。通名瀬川真とあります。1916年大正5年10月24日生まれ。生年月日も一致しておりまして、聞かされておりました。演歌歌謡曲の大物も聞かしています。続きましてキムヨンジャさん。キムヨンジャさんは韓国の演歌歌手ですが、日本でも演歌歌手として活躍してきました。日本レコード大賞2回、日本有線大賞3回受賞されていて、紅白歌合戦も3度出場しています。日本でも大物の演歌歌手です。今回は以上になります。日本の伝統的な分野でも有名人は在日や帰化した方々がたくさんいます。日本の心を歌う方が帰化した方々だったことで、今まで検証してきた仮説が正しい可能性が増してきました。日本の有名人は在日の方々の中から選んでいる。誰が日本人で誰が在日とかではない仮説です。アメリカが戦後から影響力を維持するために有名人を在日から選んでいるという仮説の検証を今後も続けていきます。他の動画をご覧ください。チャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。